客室乗務員の畑中です。客室乗務員の土井です。今回のテーマは JAL 客室乗務員のヘアスタイルはどう作る？ヘアセットの方法のご紹介です。今お二人はヘアメイクしてない状態ですかね？ヘアセットしていない状態です。はい、私はポニーテールまで、はい、っております。本日は客室乗務員の代表的なヘアスタイル3選をご紹介してまいります。私は羽田の時は完全にセットして出社しております。成田の際は少し遠いですので、着いてからセットしております。私は比較的ポニーテールこの状態で、羽田も成田も出社します。シニオン、フレンチロール、ショートの3つがございます。フレンチロールは夜会巻きとも呼ばれておりますが、JAL ではフレンチロールと呼んでおります。なんでなんですかね？上質感があるからですかね。そうですね、はい、上質感、上品な、はい、上品な言い方ですかね。シニオンは後ろで一つにまとめた髪をお団子にするヘアスタイルです。フレンチロールは後ろでまとめた髪を上にねじり上げてコームで留めるヘアスタイルです。そしてショートカットは肩につかない長さで、あとはお辞儀をした時に前髪が顔にかからないヘアスタイルのことを言います。どの髪型が人気とか？そうですね、シニオンが主流だと思います。新人の時はフレンチロールはすごく先輩がやるというイメージがありましたので、憧れの髪型でした。そういうことはできないですか？それは土井さんの方が先輩なので、私はできないです。畑中さんもできます。私はよくこのヘアネットを使います。これが原寸大なんですけれども、私髪の毛短いので、これを半分に折って小さくして使います。私はもうポニーテールまで終わっているので、このポニーテールにネットをかぶせます。で、髪の毛を全部ネットに入れ込みます。全部入ったら、この根元を持ちながらヘアゴムにネットを巻きつけていくような形で、この最後の端を下にしまいます。そしてこの周りをこの U ピン刺していきます。で、刺すときはゴムに向かってピンを刺していくと、だいたい3つくらいで私は止まります。これで完成です。早いですね。私すいません、自分で確認できてないので、あれなんですけど、綺麗にできていましたかね？とても綺麗な丸になっております。ありがとうございます。そんな、こんな初めてです、人生で。基本的にセット講座というものは自分たちで研究して上手にできるように、お家でなどで練習を重ねていくというイメージだと思います。もう慣れてくると1分から3分ぐらいではもうできるようになると思うので、基本的には一人でやります。まずは前髪としての少し残しておきます。そしてまずはざっくりと耳の高さで一つにまとめます。そして下の髪が落ちてこないように、このように少し留めていきます。そしたらこの黒いゴムを少しだけ後ろにずらして、上にねじり上げていきます。こんな感じにねじり上げていきます。そしてねじり上げたら少し髪を上に上げていきます。少し上に余裕を持たせるようにして、ここで串目を整えます。上に出ている部分を半分に折り曲げて、まっすぐ刺して横に出してから内側にグッと入れます。この上に出ている部分を反対側に持っていきます。そこ難しそうですね。そうですね、ちょっとここの処理が、もう一回やってもいいですか？もう一回やってもいいですか？すいません。私はまだフレンチロールで出社したことはなく、はい、これが初披露になります。デビューですね。そうかな。それが難しいですよね、そこが。もう一回やっていいですか？もう一回やりましょう、やりましょう。なんかそこがね、入らないんですか？難しいですね。
ね、新海さんにお任せすればよかったの、ここのパート、いやでもめちゃくちゃあゆみさん似合ってます。この感じでいければ、この感じでいければ最高ですね。変わってきた。あ、いけた。いきました。なんやかんやに完成。はい、これ完成で。なんやかんや完成にしていただいて。どうしようかな。どっからつなげる。いいですか。なんやかんやで。あります。完成です。完成の問題です。下からテープで固めて、少し長い毛をピンで留めて。完成です。いかがでしょうか。かわいい。もかわいい。シニオンよりは少し大人っぽいイメージになるかなと思います。新人からするとすごく憧れのイメージで、先輩になったなという感じがします。訓練ではフレンチロールは習わないので、 YouTube などで研究されている方が多いかもしれないです。私が今勉強させていただきました、はい、プライベートでもシエさんってやっぱり若い向きやる人もいるんですかね。結婚式で、はい、セットしてくる方もいらっしゃいます。普段の生活の中でも、ちょっとしたパーティーや就職活動などでも幅広く使えるヘアスタイルかと思いますので、ぜひ皆様にもチャレンジしていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。 JAL の客室乗務員のヘアメイクについて気になること、知りたいことなどございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた機内でお会いしましょう。インサート用に一周回ってもらいたいんですけど、はい、このカメラ見ながら、一周して最後このカメラ見てください。そんな恥ずかしいことできないですよ。目線はいいんで、はい、目線はいい、はい。